はい、山梨の丘にやってきました。ちょっと上に上がってみようかね。飛鳥村でございます。飛鳥村、こんな感じね。山梨の丘、ちょっと上がってみましょうかね。もうなんか凍っちゃってるんですね。そうそう、修理します。うん、よく悪いのかい、この方が。あ、こういう修理、これ。今日はね、9月10日で涼しいですわ。温度が23度ぐらいかな。ちょっと上がるにはちょっといいですね。展望台まで行きますかね、これずっと歩いてね。これなんかおかしいんやけどな。何がおかしいんだろう。ちょっと右にね、もうちょっとこうならないのかな。わからん、ここ欲しいのかな。これぐらいや。おお、だらけしてますね。ほら、こういう種類。何やってんだろうね。誰かな、覚えないんやけどね。相手知ってはんのかもしれんね。ラーの挨拶の仕方はね。店のお客さんに気合ったかもしれんな。あんな朝からこんなとこに挨拶されるのは珍しいからね、びっくりするよ。こんなでございます、こんな。あの上上がっていいですね。そうそう、そこから、展望台左がね、左上がってみましょうかね。関係者以外立ち入り禁止。これなんだ。ここは立ち入り禁止になってる。はい。ここまでですか。はい、わかりました。何かんだろうね。はい、展望台はこっちの裏後ろやな。はい、展望台。あ、展望台2つあるんだ。河原展望台と、天ヶ島の丘展望台と。なるほど。天ヶ島の丘、あ、そうやな。天ヶ島の丘はだいぶ歩かなかった、人間が。
法事の音がうるさいね。ゴト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 。なんだあれは。あれウグイスか。野鳥の声がすると上からいっぱい聞こえんだけどね。あのね、わからんな。野鳥の声が全然わからんね。ずいぶんおるんやけどね。はい、わかりませんね。だいぶ上がってきましたけどね。こんな遠かったかな。川原展望で左、ここからの方が展望いいんじゃないの。この下もなんか小石だけど、終わってみよう。こういう奈良文字が見えます。あの辺やったらね。はい、川原展望台まで行ってみましょうか。この方やな。この人分からんね。あ、これだね。これ河原花菓子。これこっちやな。展望台。さあ、で見えますかな。おお、大きな石が。大きな石がいっぱい並んでるんだけど。はい、こんなね。おお、見えます見えます。ここで見ると、正面が生駒山。金剛山、二条山、うねり山。見ましょうかね。ちょっと木がね、これ木がいっぱいで見えないわ。これがうねびなんですね。うねびが横の二条が見えないね。二条が、これ二条なんやけどね。かすかにしか見えないね。あと遠くの山はね、ちょっとガスがかかってて見えませんけどね。あ、生駒山、あっちが正面が生駒山やね。あれ八幡橋梁。ここに見出したんだろうね。見出した。見出した見えないか。全然これじゃぼやけたって撮れてんのかな、これ実際ね。はい、こんなでございます。展望台ね、前は木切ってあるんだけどね、その前の木がだいぶ大きくなってね、見えないんですね、これ。これも時間の問題やな、この辺もほら、下で。はい、こんなでございました。